デガシラバエは、ハエモク、デガシラバエ科に属する昆虫の総称。世界に約330種が生息している、比較的小さな分類群である。デガシラバエは、世界中に分布しているが、これまでに記録されている約330種のうち3分の1の種は、エチオピア区に生息している。他に、オセアニアでは17属73種、日本では5属9種が記録されている。 デガシラバエは捕食寄生性の種であり、幼虫は甲虫や鉢目の昆虫に内部寄生しているとされているが、その生態はよくわかっていない。成虫は夜間に光に集まる習性があり、ライトトラップ等で容易に捕獲される。しかし中にはプロデルマンニア族のように昼間に放火するのが観察される種もある。デガシラバエかは、 大きく3赤に分けられることが多かったが、ロックモスタイライニー赤を独立したトガとして扱い、トックスユリニー赤をピジティニー赤に含め、さらにピジティニー赤からテレットルーリニー赤を独立させるといった系統関係も主張されている。世界に約50族が記録されている。ここでは日本で記録がある族と種を挙げた。なおは明は一元に従った。ありがとうございます。